阪神東海10失点で楽天負け、自力2勝滅。阪神が DeNA とのカード初戦を落とした。これで3日からスタートした長期ロードは9勝12敗1分けとなり、2年ぶりに負け越しが決定。巨人がヤクルトに勝ったため、虎の自力2位も消滅した。首位、広島との4ゲーム差の3位は変わらないが、4位、DeNA に 2.5 ゲーム差と迫られた。負けたで。先般ビーズリーやな。まあ明日頑張ってくれ。乾杯。振り向けばベース。森下に打点稼げたしまあえか。これ3打でされるんちゃう？されたらええんちゃうの？今更もう無理やし。初回も逆転されて追いついてないから最悪の負けではないのか。アレンパどころか3位に残れるかどうかはら。二塁ベースの後ろに牧が立っててそこに打ってアウト。シフトか。結果論やけど糸正が抑えても石井ちゃんが打たれて逆転負けやったな。やはり満塁で追い越せないのがあかんわ。小畑の離脱が響いたシーズンになりそう。山本打点35、梅野打点9。もう中川でええやん。使い続けたらホームランも近本ぐらいは打つやろう。視聴打率高いから打点も梅野の3倍は期待できるぞ。そもそも伊藤先発の時点で積んでるわ。なんとか試合終わってよかった。多分 B3 でも負けてた。シフトはそのうち禁止になるやろ。基本的にメジャーの後追いだし、今年はもう終わりです。3位も危なくなってきた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。